幽閉。幽閉、幽閉。1984年6月25日台は、東京ヤクルトスワローズに所属する、プロ野球選手、投手、外野手。本名及び2010年シーズンまでの登録名は、高井幽閉。東北高校、宮城県仙台市時代には、高校ナンバー1の左腕投手として、日本は元より、メジャーリーグ。 MLB 球団のスカウトからも注目された。高校時代の監督からは、投げては、後藤真也以上、打っては、島厚信以上という表現で、プロ入りした、先輩二人と比較されるほどの潜在能力の高さを、評された、全国的注目度が低かったが、仙台都市圏の同学年には、名取北高に、岸高行投手がいた。現に、投手として、ストレートで、 最速時速1 5 1トルを計測された。一方で、打者として、高校通算36本塁打を記録している。また、2年下の後輩に、ダルビッシュ有がいた。2002年の NPB ドラフト会議1巡目で、投手として、大阪近鉄バファローズと、ヤクルトスワローズから指名。抽選によるヤクルトの独占交渉権獲得を経て、契約金一億円、年俸一。 200万円、金額は推定という条件で入団した。入団当初の背番号は16で、登録名は本名の高井雄平。2>, 2は、4月22日の対読売ジャイアンツ戦、東京ドームで一軍公式戦へのデビューを果たすと、6月11日の同カードで一軍初勝利。6月28日の対広島東洋カープ、広島市民球場戦では、 5回4失点10、脱三振で勝利投手になった。一軍公式戦全体では27試合の登板で5勝6敗をマーク。防御率は5.03でセントラルリーグ最多の12冒頭を記録した。2はシーズン前半を二軍で過ごした影響で一軍公式戦への登板は9試合にとどまった。しかし、後半に一軍へ昇格すると先発で4勝を挙げた。 2は、開幕を初めて一軍で迎えるとともに、前年後半に続いて、先発陣の一角を担った。しかし、吉シ級の王座が災いして、6月に二軍へ、降格した。2は、自身の背番号を22に変更した。ヤクルトから、MLB のロサンゼルスドジャースへ移籍していた、石井和久の復帰に伴って、石井が復帰前に着用していた背番号16を、 希望したことによる、一軍公式戦では主に救援要員として36試合に登板したが、防御率は自己アーストの6点台、6.51にまで達した。6月17日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、7回表西1.2類の局面で登板したところ、福浦和也に投じた初級が、福浦の側頭部を直撃。この投球が危険球と判定されたため、 わずか1球を投げただけで退場処分を受けた。一軍公式戦でシーズン唯一の先発登板になった10月12日の対横浜ベイスターズ戦、明治神宮野球場では1回表に先頭打者、石井拓郎を死球で出塁させてから3番打者、内川誠一に対して3つの冒頭を記録。1イニング3冒頭の n p p 一軍公式戦。 最多体記録を達成したばかりか、石を一塁から、ノーヒットで生還させる羽目になった。2は、高津慎吾の背番号を11から、以前着用していた22へ変更したことに伴って、自身の背番号を41に変更。請求力を上げる目的で、投球フォームもノーバインドアップから、セットポジションに変した。一軍公式戦では、救援陣で唯一の左投手として、 チーム及び、自身最多の52試合に登板。7月16日の対中日ドラゴンズ戦、名古屋ドームで1軍公式戦初セーブを挙げたほか、15ホールドポイント、3球円勝利12ホールドを記録した。もっとも、ショートリリーフ中心の起用ながら、防御率は5.192まで到達。通算で6敗を喫したほか、シーズン終盤には1軍から遠ざかった。2は、 新任の高田茂監督の方針で、先発要員としての調整を再開。増渕隆義、勇気、加藤剛典天などとの間で、一軍の先発ローテーション入りを争った。しかし、課題の請求難を克服できなかったばかりか、最大の持ち味であったストレートの球速が、時速140キロメートルを下回るなど、極度の不調に見舞われた。 結局、一軍公式戦への登板は一試合、投球イニングに3回だけで、シーズン終盤の9月下旬から鬼崎裕二と共に、ハワイウィンターリーグのワイキキビーチボーイズへ派遣された。2は、投球フォームを大幅に改造。しかし、前年に続いて、一軍公式戦への登板は一試合にとどまった。イースタンリーグの公式戦でも振るわなかったことから、 シーズン終盤の9月30日には、フェニックスリーグから野手に転向することを首脳陣から打診。高井自身は打診を一旦了承しながらも、後にサイドスローへの転向による投手の継続を直訴した。しかし、シーズン終了後の周期キャンプ中からは、野手としての練習を本格的に始めている。2番、一軍公式戦への出場機会はなかったが、 イースタンリーグの公式戦で最終規定打席に到達、打率2834本類が35打点という成績を残した。2は登録名を名前だけの遊兵に変更。イースタンリーグでは開幕から7月中旬までに打率3485本類二打24打点という好成績を残していた。その間に、 打率トップの座を維持していたことも背景に、オールスターゲーム直前の7月11日には、野手として初めての出場選手登録を果たした。実際には一軍公式戦での野手デビューに至らなかったが、イースタンリーグ公式戦では、最終規定打席に到達した打者では、トップの打率330を記録した。2は、野手として初めて開幕を一軍で迎えると、 巨人との開幕カード第2戦、東京ドームに大打で出場。野手転校後の一軍初安打を記録。5月に出場選手登録を一旦抹消されたが、9月に一軍へ再び昇格すると、シーズン終了まで一番中堅守に定着した。2は、3月30日の対阪神タイガース戦、神宮で藤並慎太郎から6回裏の打席で、 ヤシ天候後初本塁打を放つなど、開幕から外野手のレギュラーとして一軍で活躍。しかし、13試合目の出場になった4月17日の対中日戦、神宮で外野守備中にジャンピングキャッチ後の着地で右膝を負傷。その後の診断で、右膝前十字靭帯を断裂していることが判明したため、5月10日に靭帯の再建手術を受けた上で、 残りのシーズンをリハビリに費やした。2番、開幕から一軍に復帰。当初は2番、中堅守として起用されていたが、打線の組み替えによってすぐに5番打者へ定着した。4月終了時点で打率は224だったが、外野手出身の小川厚監督からの助言をきっかけにフルスイングを心がけたことで徐々に復調。 5月28日の対北海道日本ハームファイターズ戦神宮では先発投手として登板した大谷翔平から2本の本塁打を放ったことでシーズンの通算本塁打数が自身初の2桁10本に到達した同月は打率3648本塁打19打点超打率646という好成績で月間 MVP を 初めて受賞。投手として、同リーグの一軍公式戦へ登板した後に、野手へ転向した選手の受賞は、1993年9月の、二村徹、中日以来二人目であった。7月には、故障で戦線を離脱したウラディミール・バレンティンに代わって4番を務めたほか、セントラルリーグの監督推薦選手としてオールター、ゲームに、プロ入り後初めて出場した。 一軍公式戦全体では141試合の出場で打率316-23本塁がおマーク。外野手としてセリーグのベストナインにも初めて選ばれた。シーズンオフの契約交渉では2度にわたる交渉の末にこの年の n p p で最高の昇給率380%による年俸推定60円で契約を公開した。 2は、オープン戦の期間中に開かれた、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表で、野球日本代表のトップチームに初めて招集。3月10日の第1戦に7番中堅守で先発出場した。3月11日の第2戦には途中出場している。レギュラーシーズンでは、4番中堅守として1軍公式戦の開幕を迎えた。 あとに4番を外れるなど、シーズン全体の成績は低調。打率、316、270、本塁打、238、打点、960のいずれも、前年を大きく下回った。しかし、10月2日の大半新戦、神宮では、同点で迎えた11回裏西1.3塁の打席で、脳見厚しから安打を記録。チームは、この時打による、 サヨナラ勝利で14年ぶり7度目のセリーグ優勝を決めた。ポストシーズンではクライマックスシリーズ4試合で打率333を記録するほど打撃が好調でチームの日本シリーズ進出に貢献。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも5試合に出場したが打率が150と振るわずチームもシリーズ制覇を一した。 レギュラーシーズン中の7月16日には、第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出されたことが発表された。しかし、後の選考に残らなかったため、日本シリーズ終了後のプレミア12には出場していない。2番、一軍公式戦の開幕を5番右翼手として迎えたが、左側部筋座で7月27日に、 出場選手登録を抹消。9月上旬から一軍へ復帰したものの、セリーグの最終規定打席には若干及ばず、打率3割にもわずかに届かなかった。2は、一軍公式戦の開幕から40試合で4番打者を任されるほど好調だった。しかし、6月28日の大巨人戦、福島県営東球場の打席でファウルを放った際に、 右手のユーハリコ骨を骨折。チームのシーズン最終戦で一軍公式戦へ復帰したが、一軍公式戦への出場は71試合、本塁打は2本にとどまった。打席数もセリーグの最終規定打席を大幅に下回ったが、3シーズンぶりに打率3割、306を記録している。2は、ヤクルトから MLB へ移籍していた、外野手の青木戦を親が、 8シーズンぶりにチームへ復帰。春季キャンプ中には、青木を中堅守として起用することを前提に、前年の正中堅守、坂口ともと並んで一流手へのコンバート候補に挙げられていた。レギュラーシーズンでは、5番右翼手の座を堅持しながら、青木や一流手へ転向した坂口ともも好調をキープ。左投手の先発が予告された試合にスタメンを外れながらも、 一軍公式戦には124試合への出場で3年ぶりにセリーグの最終規定打席へ到達した。さらに3年振りの2桁本塁打11本と自己最高の打率318をマーク。得点圏打率はリーグ2位の356にまで達した。シーズン終了後の契約公開では入団16年目、打者転向9年目で、 初めて1億円で公開した。投手として NPB の球団に入った選手の年俸が野手転向後に1億円まで達した事例は石井拓郎、伊藤義雄に次いで3人目である。投手時代には左腕からストレートで最速時速1 5 4トルを計測した速球派投手でスライダー、カーブ、フォークといった変化球も投げていた。その球には 周囲から一戦級の期待が集まっていたが、プロ入り後は、請球難に悩まされた。一軍公式戦での当番試合では、一試合平均の予支給率が5.0を上回ったほか、支給、冒頭、悪送球を連発することが多かった。ちなみに、高井自身は、打者転校後に、プロに入って驚いたのが、ストライクゾーンが極端に狭くなったように感じられること10回。 投手時代の晩年には、上日のように、ストレートの球速が落ちて、得意のスライダーまで思うように曲がらなくなるほど、投球の感覚が鈍っていたという。野手としての能力も、非常に高く、ヤクルトの投手時代に公式戦で、本レ打ダーを放つほど非凡な打撃センスを持ち合わせている、ことから、2009年のフェニックスリーグには、投手登録のまま外野手として、 リーグ閉幕後の周期キャンプから外野手へ正式に転向した。もっとも7年間のブランクは想像以上に大きく、転校当初はど真ん中のストレートを普通に振っているのに、バットに足らなかったので、とにかく練習でバットを振りまくったという。ヤクルトで野手転校4年目の2012年には外野手登録のまま救援投手にも起用する。 二刀流の構想があることが一部で報じられた。翌2013年から NPB 一軍公式戦の延長時間制限が撤廃されることも見越した構想で、当時の小川厚監督から二刀流での起用を打診されたこともある。実際には野手としてのプレーに専念したいとの理由で打診を誇示したため、転校後の公式戦に投手で起用されたことはない。主導計測ながら、 50メートル層で最速5秒8を記録したほどの瞬速の持ち主でもある。ジップは中学校、ジツボは小学校の教師。タレントのベッキーとは出身の小学校、中学校が同じで、いずれも1学年先輩に当たる。このような縁からヤクルトへの入団が決まった際には、ベッキーから直筆際に色紙が送られている。レフ妻は、 元モデルの篠田直子で2008年5月18日に結婚。自身の誕生日でもある同年6月25日にヤクルト球団を通じて結婚を発表した。ブリーズの宮田敏は中学生時代に所属していたリトルリーグのチームメイトで高井と同様に神奈川県内から東北高校へ進学。このような縁から ヤクルト入団後の2014年には、ブリーズの楽曲、タマローズを登場曲に採用していた。2015年までの応援歌の歌詞は、高ウキリソを目指して寝つき、父を、い、沸かして君よ、優宿羽ばたけち、平野の彼方と、鍵かっこな内を合わせると、こう、い、ゆう、平と読めるようになっていた。2016年から歌詞変更。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。